バンダル人のローマ略奪バンダル人は古代末期にゲルマニアから北アフリカに移住した民族。ローマ領外の蛮族による民族移動時代にローマ領内へ侵入して北アフリカにまで侵軍しカルタゴを首都とするバンダル王国を建国した。彼らが北アフリカに進出する前に一時的に定着したスペインのアンダルシアや破壊行為を意味する バンダリズムの語源ともなっている。プシェボルスク文化。赤はゴート人のビエルバルク文化。ピンクはゲルマン系ので、黄色はバルト系の文化。南方一帯の紺色はローマ帝国。一世紀半ばの北部ヨーロッパ。バンダル人はバンダラン、ルジアと表示された緑色。19世紀の研究により、バンダル人は全体として、 プシェボルスク文化に属することが判明した。また、リュウジイ族との関係も議論されており、リュウジイ族が後にバンダル人と呼ばれるようになったか、もしくはバンダル人は複数部族の連合体で、リュウジイ族はその一つであるスラブ系部族だったとするなど小説ある。スカンジナビア起元説によれば、後にバンダル人のうちの一部を構成することになる部族は、紀元前2世紀に、 バルト海を渡って、現在のポーランド地域に到着し、紀元前120年頃からシレジアに定住するようになったとされる。名前の類似性から、ノルウェーのハリングダール、スウェーデンのベンデル、デンマークのベンドシッセルが彼らの故郷ではないかという意見が出されたことがあり、近世のゴート紀元節ブームでは、バンダル人のスカンジナビア紀元節が盛んに唱えられた。しかし、 プシェボルスク文化はほぼ同じ一帯に広がっていた、ポメラニア文化の直接の発展形態であり、ポメラニア文化は、ゲルマン系でもスラブ系でもなく、イリュリア系とされるラウジッツ文化を基礎として、ウクライナから西へ進出してきた、スラブ系の文化の2つの文化系統が、混合してできたものである事実から、バンダル人からスラブ系の系統を排除するスカンジナビア起元説は、 近現代のドイツやスカンジナビア諸国の人々による民族主義的な極論の類に過ぎず、このような政治的主張に学術的価値は全くない。さらにゴート人がスカンジナビア半島から来たという説についても、発端はゴート人という部族名とスウェーデンのゴートランド島の名前が似ているというただそれだけのことであり、この説が事実であることを示唆する証拠は全くないため、 この説が妥当である可能性はほとんどない。当時でもバルト海を越えた人の頻繁な往来はあったはずで、その意味では地理的名称の関連性も考えられないこともない。しかし、オクシビエ文化の存在から政治的な集団としてのゴート族の起源はスカンジナビアではなく、このオクシビエ文化の広がっていたバルト海南岸地方であると推定される。また、 ゲルマン語派の起源も、スカンジナビアではなく、現在のドイツ北部一帯に広まっていた、ヤストルフ文化の地域であった可能性が濃厚である。ゲルマン語派を決定するグリムの法則による言語の変化が、ヤストルフ文化で起こったと指摘する者も,もいる。オクシビエ文化は、ヤストルフ文化が、ポメラニア文化に進出した地域で両者が融合して、発生するが、 このオクシビエ文化こそが最初期のゴート族の文化と考えられる。ゴート族は実際は異なる文化を持つ部族の連合体であったらしく、ゲルマン系の特徴である埋葬法に加え、ポメラニア文化、プシェボルスク文化、チェルノレス文化にも共通するスラブ系に特徴的な埋葬の習慣もある。そして、ポメラニア文化のうちアストルフ文化の影響を受けなかった。 ヤストルフ文化の影響が希薄だった地域で、ボメラニア文化がそのまま、プシェボルスク文化に移行したことから、このプシェボルスク文化がバンダル人の文化と考えられる。プシェボルスク文化の埋葬形式は仮想で、独特の骨壺を使用しており、かつたの考古学的特徴は、東方のザルビンチ文化のものと酷示している。これは、バンダル人が当時のスラブ人のうちの西方集団であった。 可能性が濃厚であることを示唆する。バンダル人は98年に、ゲルマニア地方を流れるオーデル川とビスワ川の間に、彼らがいたことが、ローマの歴史家タキトゥスや後の歴史家によって、記録されている。5世紀の民族大移動。青が、バンダル人。バンダル人は、シリンジーとハスディンジーの2つの系統に分けられる。シリンジーは、ゲルマニアマグナのうち、 後にシレジアと呼ばれるようになった地域とその周辺に何世紀にもわたって住んでいた。2世紀にハスリンジーは王のラウスとラプトに引き入られて南に移動し、西隣のサルマ大人の協力を得てドナウガー下流でローマ帝国を攻撃し始めた。その後、ローマ帝国と和睦し、ルーマニアの西だけあとハンガリーに定着した。バンダル人はローマ帝国内にも移住し、 それらの家族の中には、ローマの交換となった者も,もいる。西ローマ帝国軍最高司令官を務め数々の大戦争に勝利した、名細将のフラウユィウス・スティリーコは、父がバンダル人、母がローマ人であった。スティリコはその華々しい活躍を妬んだ、宮廷内の政治的敵対者たちの陰謀で言われなき、罪を着せられ、ホノリウス帝への弁明のために赴いたラベンナで、 粛清された悲劇の名称として知られている。彼は自分がいくら懸命にローマのために働いても他のローマ人から常にどこか差別的な目で見られていたことを自覚していたという。400年から401年にかけておそらく粉族の侵入によってコディギゼル王の元バンダル人はスエビ族やサルマタイ人のアラン族と一緒に西方への移動を開始した。 シリンジーは後に彼らに加わった。この頃、すでにハスリンジーはキリスト教家されていた。ゴート族の初期と同じように彼らもイエス・キリストは父なる神と等しい存在ではないとするアリウス主義を取り入れていたが、イエス・キリストは神に最も近い存在として特別に創造されたものだとしていた。これはローマ帝国において主流であったキリスト教の 信仰とは正反対のものであった。バンダル人はドナウ川沿いに西方へと移動したが、ライン側にたどり着いたあたりで北ガリアにあるローマ帝国の属国にいたフランク族の抵抗にあった。この戦いによってゴディギゼル王を含めて2万人のバンダル人が死亡したが、アラン族の助けを借りてなんとかフランク族を任すことができた。 406年12月31日、バンダル人は凍結したライン川を渡り、ガリアに侵入した。ゴディギゼルの息子をグンデリコを率いる、バンダル人はガリアの西や南へ略奪して回った。409年10月、ピラニエ山脈を越えてスペインに入った。そこはローマ帝国から建国を許された土地であった。アラン族がポルトガルとカルタヘナ一帯を領有し、 バンダル人はガリシアとアンダルシアを得た。しかし、スエビ族がガリシアの一部を支配し続け、また西ゴート族がローマ帝国からフランス南部の土地を受け取る前にスペインに侵入し、バンダル人やアラン人との紛争の原因となっていた。バンダル王国グンデリクの兄弟、ゲーセリックは艦隊の建造を始めた。 38歳のゲイセリックが王になった後の429年、ジブラルタル海峡を渡り、アフリカ沿岸をカルタゴに向かって東方に移動し始めた。435年に、ローマ帝国は北アフリカのいくつかの領土を彼らに与えたが、439年、バンダル人は自らカルタゴを占領した。ゲイセリックはここに、バンダル人とアラン人からなるバンダル王国を建国した。 この王国は地中海における一大勢力となり、シチリア島、サルデニア島、コルシカ島、バレアレス諸島を征服している。455年にはローマを占領し、468年には彼らを征服するために派遣されたバシリスクス率いる東、ローマ帝国艦隊を壊滅させた。477年、ゲイセリックが死去するとその息子、フネリックが王となった。 彼の知性には、ミトラ教とカトリック教会への迫害があったことで、有名である。フネリックの次の王グンタムントは、カトリックへの迫害を止め、平和的な関係を実現しようとした。ゲーセリックの死によって、バンダル王国の対外的な力は衰え出した。グンタムント王は、東豪都族によって、シチリア島の大半を失い、また増大する、ムーア人の侵入に押されている状況にあった。 ヒルデリック王は、先のローマ占領の際に連れて来られた、西ローマ帝国の巫女の血を引いていたため最もカトリック教寄りの王であったが、戦争にはほとんど興味がなく、身内のホアメルに任せていた。ホアメルがムーア人との戦争に敗北すると、王家の一部が反乱を起こし、ゲリメルが王位についた。ヒルデリックやホアメルらは牢獄に入れられた。かねてより、 ローマ帝国の復興を起としていた東ローマ帝国の皇帝ユスティニアヌス一世は西ローマ帝国の血を引くヒルデリック王が倒されたことを口実にバンダル王国に対する戦争を開始しサーサーアン・アサ・ペルシャとの戦いで活躍したベリサリウス将軍を派遣した。バンダル王国の艦隊のほとんどがサルデニア島の反乱の鎮圧に赴いていることを知ったベリサリウス将軍は 迅速に移動して、チュニジアに上陸し、カルタゴに入場した。533年版下、ゲリメル王は、カルタゴの南10マイルのところで、ベリサリウス将軍と戦った。バンダル王国軍は敵を包囲しようとしたが、各隊の連携が取れずに失敗し、敗れた。ベリサリウスは、残党と戦う一方で、素早くカルタゴを占領した。533年12月15日、 カルタゴから20マイルほどのトリカマルムで、再び両軍は開戦した。そしてまたもやバンダル軍は、敗れ、戦闘の最中にゲリメルの兄弟、サツオが捕らえられてしまった。ベリサリウスはすぐさま、バンダル王国、第二の都市、ヒッポーニ軍を進めた。534年、ゲリメルは降伏し、バンダル王国は滅亡した。バンダル人のアリウス主義とカトリック主義やドナティストたちの、 混在はアフリカ国内における耐えざる火種となっていた。ヒルデリックを除くほとんどのバンダル王は程度の差はあれカトリック教徒を迫害した。フネリックの治世の最後の数ヶ月は例外としてカトリック教徒は滅多に公に禁止されることはなかったがバンダル人に布教することは許されずその聖職者たちの扱いも良いものではなかった。中世よりバンダル人は ポーランド人とチェコ人をはじめとした西スラブ人の主要な先祖を構成しているのではないかという通念がある。実際に一部のバンダル人は東ドイツやレグニツァやグーグフなどのあるシレジアにかけての地域に戻っている。この移動は後のバンダロルム国と共に記録に残されており、そこで7世紀にはフランク王国のピッピン一世がバンダル人と出会っている。これは バンダル王国が滅亡してからたった一世紀後のことである。八世紀にカール大帝が自らポラーブビトを平定した時、彼らをバンダル人と呼んでいる。990年頃のフランクの歴史家であるアウクスブルクのゲルハルトはその著書の中で、ポーランド公、ミエシコ一世をバンダロルム国の大焼と呼んでいる。1056年の歴史書アナールアウグスターニでは、 ザクセン人が隣接するスラブ部族との戦争で大敗北したことについてザクセン人はバンダル人に撃たれたと書かれている11世紀の歴史家であるブレーメンのアダムはゲルマニアのうちで最も広大な地方であるスラービアにはビンニル人が住んでいるが彼らは正式にはバンダル人と呼ばれるスラービアはザクセンよりも広くボヘミア族とポラン族が住んでいる このボヘミア族とポラン族の習俗や言語は互いに全く同じである。と書いている。12世紀のクラクフの歴史家、ヴィンツェンティ・カドゥーベックは、ポーランドの人々は昔はバンダル人と呼ばれた。これは、ビスワ川の古名であるバンドルス川から来ているが、このバンドルスという川の名は、その昔ここに身を投げて亡くなった、ポーランドの古い部族の姫の名番だに由来する。と述べている。 12世紀のイギリスの歴史家であるティルバリーのジャーバジーは、ポーランド人は、バンダル人と呼ばれている。と書いている。ドイツからポーランドにかけてのこの地域は、今でも、ドイツでは、バンダロルムと呼ばれている。ポーランドとチェコの古い伝説では、バンダル人と推測されるレフと、チェフという双子の兄弟がおり、レフは、シレジアから北方へ向かって、ビエルコポルスカ地方に定住し、 チェフは南方へ向かって、ボヘミア地方に定住したとされる。近世には、ロシアの国家起源に、バンダル人を結びつける主張も出てきた。16世紀の神聖ローマ帝国の大使ジギスムンと、ホン・ヘルベルシュタインは、その著作で、バンダル人は、ルーシの言葉を使い、ルーシの宗教を持っていたと知るし、ロシア人は、バグリアの地から言葉も習族も宗教をも違っていた。 異民族のバンダル人つまり、バリアーグを呼び寄せ権力を委ねたのだと私は考える、と自説を述べている。ヘルベルシュタインの記述から、ロシアの学者の中には、バリアーグはノルマン人ではなく、スラブ化したバンダル人、すなわちベンド人であると唱える者がいる。先のポーランドとチェコに伝わるレフとチェフの兄弟伝説は、近世になると、レフチェフルス三兄弟の伝説として書き換えられ、 レフは、シレジアから北方へ向かって、ビエルコポルスカ地方に定住し、チェフは南方へ向かって、ボヘミア地方定住し、そしてルス・ハルカ東方へ向かって行って、ルーシ地方すなわち、ロシアに定住したとされた。東ゴート族のテオドリック大王と、西ゴート族の指導者は、バンダル人やブルグント人、クロビス一世を王とする、フランク王国との政略結婚によって、同盟関係を結び、 生き残りを図った。後年、スウェーデンの伝承では、北アフリカに達したバンダル人とアジア、ヨーロッパを接見したゴート族がスウェーデン人の先祖であるというゴート記念説が生まれた。他にも21世紀初頭に断絶したメクレンブルク家は祖先をバンダル人の王とし、13世紀までにバンダル人の王,王と名乗っていた。 ガイセリック・フネリック・グンタムンとト,トラサムンとヒルデリック・ゲリメル、ありがとうございます。